はい、どうも皆さん、こんにちは。クジオです。トゥーザムーン実況プレイ、パート5、やっていきたいと思います。と、その前に、と皆さんに連絡が一個ありまして、実はね、このパート5、録画ミスをしてしまいました。はい、とうとう、このシリーズでも、してしまいましたというわけで、今、編集して、気づいたんですけど、その、録画ミスしていることに。で、その編集している時期がですね、このゲームをクリアした後になっておりましてですね、つまり何が言いたいかと言いますと、この先の展開を今の僕は全て知っているという、ことになります。はい。というわけで、この先の展開全て知っているのと、あとメメントですね。メメントがですね、前回のパートとかまでは、すごいトータルテス多くなってたんですけど、クリア後にもう一回初めからここまでやり直して、そっから始めて、いますので、最初手数で、ここまで進めてきておりますので、どうかご了承くださいというわけで、パート6からはね、普段通りに、パート4の普通のデータの続きからやっていきますので、はい、というわけで進めていきましょう。図書館かな。来ましたね。じゃ、声がやばい。声ガラガラっていうか、もうやばいな。はいはい。若かりしジョニーとリバーだな。ん?あ、ジョニーが来たから、なんか始まるんかと思ったら。お、なんかいい本あった?ない。何を読んでるの?裸の王様。ああ。結構前のパートとかにも出てきた。裸の王様ですね。子供の頃好きだった。ああ。うちにあったやつはじゃあリバーの裸の王様なのかな。今は?好きよ。今でも好きと。理由は変わったけど。僕はアニモーフシリーズが好きだった。知ってるわ。あなたのお母さんが結婚祝いに本をくれたものね。そうだったな。あれは変な結婚祝いだった。子供の頃めちゃくちゃハマってた。どうして今まで読まないの?ん?ここからまたおかしくなるんですよね。二人の会話が。あの本、ガレージで埃をかぶったままよ。もう卒業したんだと思う。あれは子供が読む本だからね。子供が読む本を読んだらどうしていけないの?というリバーの返しが。すごく落ち着くわよ。この価値観の違いなんだろうね。かもね。まあなんだろう、ここら辺はリバーも、なんだ、一般の人でもいますよね。昔読んでた本を大人になってまた読むっていう方は、いらっしゃいますよね。ここら辺はまあ、普通の一般の人と変わらないかな。ただ価値観が違うっていうだけで、ジョニーとはね。私これが欲しい。お、なんでしょう。裸の王様を取っていったのかな。あ、すいませんね、ちょっと。なんか実況撮り始めたら急に鼻がムズムズし始めて。声はね、車の中で、陽気に一人カラオケをしていたので、このざまなんですが。ジョニーかな?お、ジョニーが消えて三人に増えた。僕は君のものではなく、君は僕のものではなく、そう、君は僕のアンチバレンタイン。ねえ、リバー。そんなに悪くないんじゃない?結構ないな。俺的に30点ぐらいだ。リバー。なんだろうね。ジョニーは、なんか文化系みたいなイメージあるけど、ピアノ弾けるしさ。こういう本とかにも結構興味あって、自分で詩とか作ったりするんかな、よく。楽しそうだな。じゃあ、デビッドは?私、デビッドが一番好き。
忘れたな。何の話をしてるんだい？アニモーフですよ。読んだことあります？あ、ジョニーが子供の頃好きだったアニモーフ。アニモーフってなんだよ、つうか。どういう話なんだろう。あるよ。あるの？ニールだけ読んだことあると。いいだろ、別に。じゃあデビットが何に変形するか知ってる？おい！で、これは、自分でね、入力しながら、答えを入れるんですけど、どうしよう。答え入れちゃおうかな。か、とりあえず情報を、あ、何かしら入れないと、次に進めない。とりあえずまずは失敗しますね。ちゃんと、この答えを知れる場所が、ちゃんとありますので、そこに行ってからでもいいかなと。お、こっちに瞬身の移動、術で、瞬間移動したな。そう、これですね。トバイアスは、ワシ。レイチェルがクマ。ジェイクがトラで、マルコがゴリラ。デビットはコブラ。キャシーがオカミね、というわけで。ありがとう、ちょっと気になってね。ネットで調べたらすぐわかる。確かに、リバー頭いい。というわけで、こっちに元戻りまして、ここ何回でも失敗できるので、何回でも、どうぞ失敗してくださいというわけで、皆さん頑張ってください。コブラ。お、英語のスペルで入れていきます。コブラ。オッケー。ピボン。そう、コブラよ。こんなおしゃれなカバーじゃなくて、昔のままの方が良かったのに。かっこよかったんだ。わかるー。そういうのよくあるよね。なんか変にリメイクしたら昔の方が良かったなーみたいなパターンあるよね。次行ってないところは、こっちかな。ドラゴンボールあと1個だね。どこにあんだっけ？ん。さっきと同じ会話。ここら辺だったかな。お、来た来た。これがメメントのやつか。ドラゴンボールあと1個欲しいな。お。彼が一人一人の顔まで覚えていたなら、ちゃんと表示されたんでしょうけどね。お、出た出た。願い玉。さあ、というわけで、早速、また次の場所に飛んでいきましょう。よいしょ。OK、今回は何もせず。事務的なドラゴンボールで。さあ、メメントやっていきましょう。ここまでね、一応最小手数なんですよ。さすがに2周目なだけあってさ。自力で最小手数。今まで27ですよ。多分ね、録画、失敗したデータを見たら多分、えらい数になってたら、60とか80とか。パート4見てないんで、ちょっとなんとも言えないんですけども。さあやっていきましょうというわけで。これは、メメント俺めっちゃ得意になったからね。もうスイスイ来たからね、撮り直した時。クリア後にさ、また始めた時にさ。斜め？いや、違うな。オッケー、完璧。来た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 。今回の最初手数5回でクリアできましたよ。上手くなったでしょ、本当に。というわけで。まあね、上手くなる前の状態がすごいひどかったってだけですけど。やっとまともになったな。さあさあ、お次は、これは結婚式の時かな。もうだいぶもう、ね、時間軸的にももう半分を超えて。これいつだろう ?20 代、20代ぐらいかな。結構若めな感じですね、もう。おいおい、この僕が到着したってのに、みんなどこ行ったっていうのよ。あんたが行くパーティーって、いつもこんな感じでしょ？そんな幼稚なツッコミじゃ、僕はへこたれないよ。さあさあ。というわけで、いつもの、この二人の会話を終えて、これか？ジョニー。あれ？話せない？こいつモブなのか？覚えてないぞ。どうなってる？ここは俺一度やったはずなんだかな。こっちかな？あ、そうだ、そうだ、これだ。瓶。ここにピクルスがあって、オリーブのピクルスがあって。ネズミが見当たらんが、チーズ臭いな。
あんた一晩中くだらないこと言い続ける気？おいおい、そこは一晩中じゃなくて一晩中だろ。わお。このアメリカンな会話を終え、アニマオフの方。ね、日本人じゃこんな会話になんないよな。どうだろう。ちょっと、ね、面白みのある人はそういう会話するんかな。わおみたいな。わお、ファンタスティックベイベイとか、俺の友達は言ってそうだけど。さあさあ、上か？上行ってみっか。下は何もなさそうなんで。ねえ、てかなんか、攻略したはずなのになぜか、覚えてないっていう。上。お、矢印が出てるな。一応こっち行けるのか。お！あれ？結婚式の主役二人がこんなとこで何を言ってるんだい？あれ？喋れない？こっちか。あれ？喋れない？ここはじゃあもう、用済みか。戻ろう。なんだろう、二人で直角三角形作ってるような感じを見せられただけなんですけど。下に戻って。結婚式ね。いやでもさ、土地がこんな広いといいよね。うちで結婚式できてるってわけじゃん、これ。すごいじゃん。なかなかできるもんじゃないぜ。どこだろう。あのばあさん。このばあさんだっけ？あ、違う。喋れない。ん？あ、東大に入れたわ。わからないよ、こんなの。二周目の人間にも優しくしてよ。何か変わったなーって思う？指輪つけてるとか、まあ、それは変わったけど。思わないよ。どうして？あなたは変わった？うん、変わったと思う。どういうところが？なんていうか、ただ違うんだよ。責任の違いかな。責任。アーニャって名前はどうかな？アーニャって呼んでもいいかな？いいよ。うん、いい名前だ。ねえ、こっち来て。東大まだ新しいんですね、この頃はね。で、この時からアニャって呼び始めたと、二人の中では。ああ、ここはやばい。ここも、今でも見たらやばいな。できるわけないよ。多分転んじゃうわ。大丈夫だって。僕の後についてくればいい。ああ、これ物語終わった後に見るとまた違う意味で。すいません、見てる人はね、わかんないと思うけど。見てて。足踏まないで。ごめんなさい。あ、いや、ごめん。さあ、もう一度。この月とさ、ねえ、このシルエット、二人のシルエットがまた相まってさ、いい場面だなぁ。朝が来るまで踊ったと。いや、一周目と二周目で多分、ここの場面の
捉え方が違うと思う。多分1周目は普通にいい場面だとは皆さん思うと思うんですが、2周目1回クリアした後にまた見ると、まあ、それはそれでまたいいですよ。というわけで皆さん2周目もどうぞよろしくお願いします。はい、というわけで続けていきましょう。何時、健やかなる時も、やめる時も、喜びの時も、悲しみの時も、止める時も、貧しき時も、この者の愛し、敬い、慰め、助け、共に生きることを誓いますか？誓います。リバさん、何時以下同文、誓います。神の名のもとに二人が夫婦であることを宣言します。ワイルズ夫妻に祝福あらんことを、なかなかロマンチックな結婚式だよな。これ結構羨ましいと思うんだけどな。うわ、結婚式かよ。それがどうかしたの？結婚式が嫌いなんだ、それだけ。目から液体が出てきちゃいそうだ。あんたにそんな乙女なところがあったなんてね。え、僕、目って言った？間違えた。口だよ、口。あと、液体っつうのは、ゲル状の胃液のことね。素敵な想像ありがとう、ニール。さあ、ここから抜け出す方法を探さないと。あら？幸せな光景に悲願じゃったのかな？かな？このまた煽る感じがいいよな。過ちを犯すのを見てるのは辛いからね。それはきついな。一瞬一瞬の過程が大事なんだろう。よーくわかる、二人の気持ち。とドラゴンボールあと二つあんだよね。どこかな、どこかな。ね。まあ人生難しいもんだね。幸せな時もあれば。結局、なんだろう。終わり良ければ全て良しなんかな、人生ってね。難しいよな。とりあえず今ドラゴンボールを探さないと。下かな？悲しいな。なんだろうな。こう、未来がさ、結構、幸せとは言えない状況でこういうの見ちゃうとね、なんか切なくなるよね。お、二人ともここにいる。そうだ、おばあさんの様子を見てこようかしらね。わかったよ、母さん。来てくれてありがとうって伝えておいて。下にいる真っ白いおばさんが、真っ白いおばさんって言い方あれなんですけど、が、ジョニーの母さんかな。伝えとくわ、あと。あなたは地盤の息子よ、上位。上位？ああ、うちのじいちゃんの名前だ。僕が生まれる前に亡くなってね、時々僕をその名前で呼ぶんだ。そりゃ初耳だな。なんで言わなかった？ジョニーって呼ばれる方が嬉しいからね。ここでやっぱり引っかかる人多いと思うんですけど、今までね、ずっと一緒に過ごしてきたニコラスすら知らないっていう、お母さんがジョイって呼ぶことを知らないっていうのが、多分皆さん引っかかると思うんですが、まあ、後々ね、いい伏線になってるんで、どうか気に留めておいてくださいと。くそ、目から液体が、じいちゃんの話とかやめろよ。ニーロね、じいちゃん子なんだよね。今度は一体何？そっか、あなたはよくおじいちゃんの話をしてるもんね。バカ、してないよ。あー、おじいちゃん。言ってれば。結構ね、なんかこういう冗談めいた感じで言ってますけど、本当におじいちゃん好きなんだよね、ニールは。ニールは本当にいいやつだなって。そっからニール好きになる人も多分多いと思います。あとはどこだ？こっちか。おばあちゃんかな。上位は私の自慢よ。あ、ドラゴンボールくれないのか。ねえ。おじいちゃん、自分のさ、お父さんの名前をさ、自分の息子に普通言うかねっていう。多分、録画見せてた時でも言ってたと思う、これ。
おばあちゃんがさ、息子と孫の名前を、なんだろう、ごちゃ混ぜにするとかなら、まだあり得るじゃないですか。で、うちのおばあちゃんそうなんですけど、たまに呼ぶんですけどね。うちの親父の名前を俺にたまに呼んでくるんですけど。ね。お父さん、父親の名前を子供に呼ぶっていうのはないだろうな。さあさあ、ドラゴンボール探していこう。上かな？下はもう多分取れる場所。情けな気がするんで、また戻ろう。またアーニャの扉、触れたら、出てこなかった。神父さんとか？あ、喋れないし。どこだろう？あ、下に矢印できる。できてる。こっち行けれねえじゃん。あ、こっち来れたわ。ここにあるかな、じゃあ。あ、下にジョニーが。車いっぱいあるな。なかなか盛大な結婚式だったのかな。これなんだ？仕方ないよ。これは不運な事故なんだ。ディバー、早く。犬引いちゃったのか？あ、ウサギか。これが折り紙のウサギのモデルってことか？どうして引いた動物に囚われるようになったのかしらね。それも何年も後になって。僕に聞くなよ。女の気持ちは君の方がわかるだろう。女性の気持ちを察するなんて高等技術をバカに期待した私がバカだったわ。女性の気持ちはわかる人はね、女性しかいないと思うよ。いやーね、何考えてるかわかんないからね。どこからしたら。よし、じゃあ早速行ってみようか。ね、多分女性の方は男性のことを同じ気持ちで見てるんだろうけどね。難しいもんだ。さあさあ、ここも手早くちゃちゃっと最初って数でフィニッシュさせたいね。今回3回。あ、これ楽勝じゃん。はい、ここやって。はい、ここやって。で、はい、カットも早送りも必要なしと。気持ちいいね。こんくらい一瞬でできちゃったね。かっこいいしね。さあさあ、起動して。行ってみよう。行ってみようかどう。にしてもいい結婚式だったね。惹かれた先が引き出し物だ。引き出し物か。と、待てよ。もしかして、ひどい結婚生活のメタファーとして、受け取ったのかもしれないな。何年か後になってウサギを折り始めたのはひどい生活に嫌気がさしたからとか。ちょっとさえすぎかな。自画自賛、大した名推理ね。皆さんはどう思いますかね。リバーは本当にニーヌの言うように、嫌気がさしてたんでしょうか。どう思いますかね。ジョニーに関しては結構ね、辛そうだったけど、リバーは果たして。かわいそう。今日惹かれた動物もどうなったのかしらね。そんなこと言うなよ。引いた張本人だろ、てめえ。のじょくさいわ。あと血の匂いもするね。さて、嗅覚シミュレーターをオフにするか？それともここからとっとと出てくか？確かパート5はまだ続いたはずなんで、まだ行ってきましょう。あ、こっちか。おーちゅーカムイっつってね。おびと的に、おびとみたいな感じで、すり抜けライフ。うわーお馬ですね。青い馬。ブレスオーズはワイルドにいそうですね、この馬ね。この色合い。ちょっと、止めといてよ。何を？あ、やめといてよか。乗ろうとしてるでしょ。乗っちゃダメなの？なんで乗る気になったのか。あんた幼稚園児？ OK、乗らない。と言って乗るっていう。ヒーハー小杉さーんニール、時間がないのよ。しまったーあのバカ。
おーい、なんとかしてくれい。何突っ立ってんの、助けてくれ。バカの世話は契約外なんだけどな。のと、ニールワッツを手に入れた。あれ、本当にパート5持ってたっけな。ちょっとごめんね、確認させてください。すいません、確認してきたら、パート6、この辺で始まってたんで、パート5、この辺で終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。というわけで、今回録画ミスというわけで、本当に皆さんすいませんでした。次回はね、また、普通にね、1周目の僕が撮っていますので、また元通りになっていると思います。はい、というわけで、ごたごたしちゃいましたが、ご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いします。お疲れ様です。それでは、失礼します。バイバイ。